お帰りなさい、シン。義経か。天の聖杯の目覚め、誤算でしたか？それとも、まあ僕の脚本には最初から書かれていましたけど。終わってからなら何とでも言えるよね。っていうか義経、あんた小物っぽい。うるさいよカムイ。あら怖い。他の二人はどうした？サタヒコはスペルビアの工場を視察に。我が愛しの妹はいつもの狩りですよ。きっとまたたくさんのドライバーが餌食にされているに違いない。例の千本狩りか。コアの数を集めればいいってもんでもなかろうに。聖杯の現在位置はわかるか？誰に聞いてるんです？わかるに決まってるじゃないですか。カムイ、ヘイヘイ。現在グーラ領を町から離れるように移動してますね。町を離れてだと？そっちには何もないだろう。そのまま外に出るのかもしれない。ああ、それとなんだ、例の定期便出航したようですよ。アーケディアでのコアクリスタルの洗礼か。律儀な奴らだ。先にやるか。その件は俺が対処しよう。お前たちは聖杯を追え。了解です。天の聖杯、一度この目で見ておきたいと思っていましたし。ところでニアはどうします？所在が知れたのか？ええ、ほらこの交点、波長から見て白虎のものじゃないかと。どうやら天の聖杯と一緒に行動しているみたいですね。聖杯と、うん、お前の好きにしろ。なるほど、ではお言葉に甘えて。モノケロス、このまま使わせてもらうぜ。ああ構わん。シン、あまり無理をするなよ。それなんだも？雲海羅針盤、サルベージャー筆記、雲海の地図みたいなもんだよ。ここをこうしてこうやって。今日何年の何日だっけ？新暦4058年の9月5日です。サンキュー。年月日を入れるとね。これは便利だもん。世界中にはここグーラからが一番近いようじゃの。問題は船だな。町からの船は全て軍が管理してますから。まあ無理だよね。同感です。わしには乗れんぞ。わかってるよ。しかし困ったな。船に乗れればいいのかも。トラ、いいとこ知ってるもん。ほんと？グーラのお尻のところで船作ってる人がいるもん。先祖おじいちゃんの知り合いだったウモンっておっちゃんも。事情を話したら貸してくれるかも。よし、ダメ元だ。そこに行ってみよう。おっちゃん、ウモンのおっちゃん、どこにいるもん？誰だも？人が仕事中だってのに騒がしいやつも。ってなんだ、トラじゃないかも。久しぶりも、おっちゃん。ああ、久しぶりも。1年ぶりくらいも。うん、ちょうどそのくらいも。1年見ないうちにずいぶん大きくなったも。いわゆる成長期ってやつだも。お供もたくさん連れて。おっちゃん、レックスの兄貴たちはお供じゃなくてお友達も。兄貴、この人がウモンのおっちゃん。先祖おじいちゃんの昔の研究仲間で船を作るのが得意な人なんだも。こんにちは。こんにちは。お世話になります。そうか、トーラのお友達かも。お友達が増えるのはいいことも。トラ、立派になったも。ところで、今日は何の用でここに来たも？
実はウモンのおっちゃんに船を貸してもらいたくて来たもん。船？船だったらトリゴの港にたくさんあるもん。なんでわざわざこんなとこまで来たもん？それは…もしかして金がないもん？そう、実はトラ、人工ブレードの花を作るのに全財産使っちゃってすっからかんなんだもん。気分転換にちょっと船旅したいなーなんて思ったんだけども、船代が…よくまああんだけ次から次へと適当な嘘が出てくるもんだね。仕方ないだろう。トリゴから逃げてきたなんて言えるわけないじゃないか。まあそうだけどさ、トラなりに考えてくれてるんだよ。人工ブレイドって先祖さんたちが研究してた？花ですもん。よろしくお願いしますですもん。おお、これがその、いやーすごい、もさすが先祖さんの孫も。よし、わかったも。そういうことだったらいつでも船をと言いたいところだけど、今は無理も。なんでも？実はこの船、まだ作ってる途中なんだもん。あとちょーっとで完成なんだけど、材料が足りなくて作業が止まってるもん。理由はそれだけ？そうも、山より高く、雲海より深い、深刻な理由だもん。つまり、材料があれば船を完成させられるってことだよね。まあそういうことも。じゃあ俺たちでその材料を集めてきたら？もちろん、急いで船を作って貸してやるもん。やったー、急いで行こう、トラ、みんな。わかったもん、みんなで材料集めに行くもん。それじゃあ借りてくもん、おっちゃん。ありがとう、ウモンさん。おお、船旅楽しんでこいも。これが世界樹。こんなに近くで見るのは初めてだよ。俺もここまで近くに来たことはなかったけど、さすがにすごいな。すごい流れだね。落ちたら助かりそうもない。来たのはいいけど、どうやって向こう側に行ったらいいんだろう。ねえホムラ、ホムラに、ん？逃げて、レックス！ここにいちゃダメ！逃げろって、どうしたんだよ、いきなり！
したんだあいつ。全然ホムラ、みんな、ここです。大丈夫？ええ、私は大丈夫です。みんな無事みたいだね。しかしまたとんでもないもんに飲み込まれたもんじゃの。ここどこだもん。インビディアのアルスの内部じゃよ。もも見ろ。なんだか気味悪いところだもん。俺たちもああなっちゃうのか。よしなよ、縁起でもない。皆さん、出口を探しませんか。インビディアの町は背中の方にあると聞きます。なんとかそこに出ることができれば。そうだね、こんなとこ早く出ようよ。あそこ、ん？今何か光りましたもん。誰かいるですもん。まさか、見間違いじゃないのかい。見間違いじゃないですもん。ふわふわーっと動いてましたもん。ふわふわとか人玉だったりして。よしなよ、そういうの。なんだニア、怖いのかよ。くだらないって言ってんだよ、子供かよ。やっぱ怖いんだ。そっか、ニアは人玉が怖いのか。うっさいなって。あれ、ホムラは？え？ホムラがいない。え？さっきまでそこに。ホムラ？ホムラ？呼びました？うわあ！何やってんだよ！やめろよ、そういうの。何って、向こう側をちょっと確認に。どうしたんです？なんだよ。いや、別に。くそー。おお、ずいぶんと明るくなったわい。花もお手伝いしますもん。もっと明るくなったもん。ホムラも花も便利だね。それに引き換え、うちの白子と来たら。面目ございません。さあ、こんだけ明るければ怖くない。出口を探すぞ。おこっちはぼんやりと明るいね。インビディアのアルスは背中の体表が半透明じゃからな。外の光がここまで届いているんじゃろう。ってことは今アルスは雲海の上か。おそらくな。光が来る方にたどっていけばここから出られるかもしれないですね。待ちな。
この辺りじゃ見かけん顔だな。さしずめ漂流してる最中にアルスに飲まれでもしたってか。ん？そのブレイド、水玉色のコアクリスタル。なるほど、噂は本当だったか。噂って何のことだ。ドライバーなら誰しも一度は耳にする伝説のブレイド、天の聖杯。それが500年ぶりに目覚めたって噂のことさ。それにしても、まさかお前のような小賊っ子がドライバーとはな。俺がドライバーじゃいけないのか。いけなかね。そいつが普通のブレイドならな。だがそいつは普通じゃねえ。お前には過ぎた代物だよ、小僧。天の聖杯とその剣を渡しな。まさかお前もホムラを。誰が渡すもんか。威勢だけはいいな、小僧。ユウ、ズオ、お前たちは他の二人をやれ。この小僧は俺がやる。任せてくれっす、小屋さん。可愛がってやるぜよ、シャーちゃん。どうしたどうした、天の聖杯じゃないのか。この感じ違う。この人もしかして。そんなもんか、お前の力は。なら見せてやるよ、俺とホムラの力を。避けた。足りめえだろ、遅すぎてあくびが出らん。ならこれでどうだ。レックス待って、力を送るのが追いつかない。もう逃げ場はないぞ、くらえ。え、終わりだ、小僧。小僧、お前ドライバーになりたてだろう。ドライバーってのはな、ブレードから送られたエネルギーを一時的に武器に貯めて、それをアーツとして使うんだ。貯められる量にもおのずと限界はある。後先考えずにアーツを放てば、いかに天の聖杯だろうとガス欠にならあ。ほんと何が。俺の名はバンダン。この先の村で傭兵家業をやっている。傭兵、ついてこい。天の聖杯の力楽しませてもらった礼に飯でも食わしてやる。さっき攻撃を受けた時に分かりました。あの人最初から本気で戦う気はなかったみたいです。何なんだあのおっさん。